はい、どうもこんにちは、ゆーちゃんパパでございます。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日ね、8月の3日火曜日なんですけれども、8月の3日といえばですね、あのワンピースに出てくるね、四皇の一角黒ひげマーシャル・ディ・ティーチのね、誕生日ということでございましてですね、ゼッハ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 ッ麦わらクローズって全然似てへんね。あ、全然似てないですか。おかしいですね、結構似てるかなとか思ったんですけどねって。まあちょっとね、あの黒ひげのね、マーシャル・ディ・ティーチの誕生日ということなんですけれどもね、まあ私はね、赤髪のシャンクス派ですけどね、どないやねんそれみたいな。そんな感じで、まあ黒ひげの誕生日ということで、でね、今日はね、アンヘルのね、ガチャがまあ4日目ということで、まあ明日で最後という感じなんですけれども、まあ昨日からね、まあうちのサーバーでは全然こう進んでないような感じで、なんかこうランキング狙ってね、取る人とかも増えてくるんちゃうんかなとか思ったりね、なかなかちょっと人気がないね、キャラクターになってるかなという感じなんですけどね。まあ確かに8月入ってね、まあ今月もうちょっとしたらまだね、周年イベントとかも始まったりとかね、周年キャラも待ってますから、まあ致し方ないんかなとかは思うんですけどね。ハモれば結構いいんですけどね、まあまだ現段階ではね、ちょっとね、やっぱり溶血が今きついんで、早い段階で落ちるんですけどね、やっぱ結構ね、前半仕事したりするんですよね。あの、相手に攻撃方がいるとね。なので結構ね、いいかなとは僕は思ってはいるんですけどね。なので武器来たらね、5ターン6ターン以上ね、全然残っていくんちゃうかなとか僕は思ってるんでね。ちょっとアンヘルね、皆さんちょっと回してくださいよって誰やねんお前。別に回さなくていいんですけどね。まあそんな感じでございましてね。なんでちょっと今日はね、アンヘルのね、ちょっとまあいいところっていうかわかんないですけどね、ちょっとアンヘル同士のね、戦いをちょっと見ていこうかなと思ってましてね。まあこれまでね、ちょっとアンヘル私持ってるんで、ちょっと違うね、アンヘル持てないパーティーとやってたんですけど、アンヘル入りのね、パーティー同士でちょっと戦ってみてね、互いのね、攻撃方がどんな感じでね、ちょっとこう嫌がらせを受けてね、まあやられていくんかっていうね、感じをちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、まあ一番最初やられるのはアンヘルだと思いますけど、まあどんな感じで嫌がらせできるかね、ちょっと見ていこうかなと思ってね、アンヘル入ってる方とね、ちょっと対戦していこうかなと思っております。おられましたね。152サーバーね、カズくんさん、このチャンネルにね、何回も登場していただいてるんですけどね、久々のバトルでございましたね。 LR プラス1体完成、もう LR プラス1体完成したんですね、すごいな。152サーバーでね、めちゃくちゃ後発サーバーなんですけれども、めっちゃ強いっていうね。もともとね、あのコラボキャラでね、今アンヘル入ってるところにね、エリザベス入ってたんですけれどもね、今アンヘルと交換してね、あのこんな形のねパーティーでやってらっしゃる感じなんですけれどもね、まあ基本勝ったり負けたりという感じなんですけどね、どんな感じでね活躍してくれるかね、ちょっと見ものかなというところと、まあアンヘルなんでね、まあ相手に攻撃型ね2体いるんで、まあちょっと反撃がどんな感じで決まっていくのかって含めてね、アンヘル同士の戦いでね、両方とものちょっとこう攻撃型のねやられる具合をね見れたらいいかなというふうに思っております。じゃ、それではゆーちゃんぱぱ VS カズくんさん、レディーカリカリゼルケニャン。はい、先生取ってるのはゆーちゃんぱぱ。まあ、ちょっとねこれ早くなった感じで実況するの初めてなんで、ちょっと全部拾われへんかなと思うんですけどね。さあ、ゴムゴムのガトリング出てきて、いい。さあ、マックスシエル出てこれ。で、虫けらで落ちやしろが溜まりそうだ。あ、溜まるのか。さあ、アンヘル出てきて。溜まったね、一冊ね。さあ、虫けら全員スキルが出ている。あ、反撃先食らされて。ゴミ拾いからのスキルが全員出ている。さあ、カズくんの反撃、いいよ、ハンス。さあ、マックスシールで取られて。じゃあ、クーラー、一旦目は多く通らないね。さあ、虫けら。さあ、アンヘルのね、アンヘル同士の対戦会でございますんでね、ちょっとそれに注目してね、いきたいなという感じですけれども。さあ、反撃食らわして、ああ、こっちか。こっち来たらちょっと、あ、来た。これでメリオダスに反撃をやって、ちょっと心臓消費して、で、命運をつけているから、二人につけてるよね、命運ね。命運でオルグリ倒して、さあ、マックスシェルで割れて、メリオダスはまだ4か。4ね、心臓が4。
さあ、チンネさあ、虫からサンヒュ、あそこか、そこはもうシールドガールドね、うん、じゃあ、イビキ長い打って、あー、俺送り出すスキル出てないんか、なるほど、これちょっと痛いね、アンヘルが先飛んできたせいやね、なるほど、さあ、マックスシールド打たれて、俺送りがね、結構減らされたよね、今ね、さあ、虫から打たれて、チッチネイ、さあ、リアルデイブ、もうガードしてるね、ガードがね、うん、さあ、イビキ長い、これはもう俺クリア無理やね、やられて、さあ、虫から上がって、サンドチョウ打たれて、うわお、一撃で持ってかれて、さあ、これで反撃して、うん、音楽入れてるね、タイミング出す、打たれて、おっ、お、これで反撃、音楽入れる、お、入った、入ったから2発目を防ぐ、うん、いいぞ、ワンヘル。これ結構メリオダスの心臓消費もいいですし、2発目防げるっていうのもあるし、うん、これメリオダスキラーかな、いいぞいいぞ、アンヘル、メリオダスには結構活躍する感じですね。さあ、ジェットバルカンパンチ、ゴムゴムのガトリング、さあ、マックスシエル当たりで、うん、これで1になってるから、これで、うん、さあ、暗黒地獄打って、さあ、虫からこれで倒すんじゃない、うん、倒せたね、うん、結構安定的にあれですね、心臓消費させれるね、いいよ、さあサナチョって、うん、反撃くるよ、うん、うん、おう、硬膜入っていかにも下げられて吸収されて、うん、これでね、いろいろね、回復率とかダウンさせられるからね、デバフが非常に優秀やね、うん、これで 無敵になるから怒りが全然溜まってないよね、まあ、オロクリにも結構やっぱりデバフとか嫌がらせですね、やっぱオロクリメリオダスキラーになってる感じですね、まあ、ギースも置いたらね、ギースにも反撃していくんでね、うん、結構強いよアンヘル、ただね、もうこれね、見ていただいたら分かるようにね、もう3ターン目なんですけども、溶血がもう半分近くもいってるんで、さあメリオダス極上のね、追加ダメージも反撃していって、硬膜与えたから2発目防ぐ、うん、いいよ、俺これ今回打ててへんもんね、うん、いいよアンヘルね、これやっぱり攻撃型キラーにはなってるね、これ、うん、強いよやっぱり、いいよいいよ、相手にこれね、あのアンヘルがいると結構分かりやすく表示されてるんで、非常に素晴らしいね、いい戦いかなと思いますね、さあチンネー打って、さあ虫から、さあビエルレブ、さあアンヘルがアンヘルへ、うん、さあこれはさすがにオロクリは倒せる、うん、なるほど、行ってこれ行ってこれを打ってって感じです、スキルが出てないね、スキル発動率、おお、6やられる、あかん、向こうのハンヘルも活躍している、さあマックスにしたら6、2回打てんと倒してもうたな、さあリアルウェーブ、おお、クリゼル出る、おお、結構減る、さあこれ打たれて、さあこれでまた反撃する、本幕は入る、うん、いいよ、2発目は防ぐだから素晴らしい、大雪長い打ってめっちゃ活躍するな、アンヘル、これマジでメリオダスキラーやな、まあオロクリにも、まあ、両方やな、もうやばい、まさに攻撃型キラー、素晴らしい、いいぞいいぞ、崩壊も結構食らわせね、食らわせるしね、神々やもん、さあゴムゴムのジェットガトリング打って、さあベインズ必殺が溜まっていて、うん、しっかり雇われて反撃くる、ブラウンター、うまー、うん、さあ、極地獄、極だことし最後の踏ん張りかな、今の踏ん張りじゃなかったかな、さあ、虫から打って、さあ、リアルウェーブ、ただこれはシールド、お、シールドないんか、よし、これでどんどん破壊していこう、で、俺これいって、おお、これメリダス倒してるんじゃない、お、倒してるね、うん、5ターン目でメリダス倒すのは、うん、やっぱめっちゃ活躍してるぞ、アンヘルいいぞ、あ、アンヘルスキル足りへんかったか、たれへんかったらちょっと怒りたまらへんかったね、ただこれで攻撃食らったらたまりそうやけど、ただそろそろもうあのもう耐久がなくなってるのでやられそうな感じしますけどね、さあマックスシールドで、うん、クーラー出てきて、これコールのやめろ、よしよしよし、これは大丈夫、さあ虫から打って、さあこれ3戦した方がこれは確実に 100% 凍らしていく、さあサナチョウ打たれて、さあそろそろもう、うん、あかんね、さすがにアンヘルは、見てよ、
言うほども何かやられましたけども、さ実況続けていきますとか言ってさあ、ダルコさん選手いって、マックスシールで取れ、うん、残酷地獄打っていってらっしゃい、死ねーお前が死ねー自主から。うん、でもまああれですね、両方ともアンヘル活躍した感じですね。うん、俺送りが全然打てへんかったもんな。うん、向こうの腕もそんなに打てへんかったし、俺送りもメリオダスもね、なかなかこう動きできひんような感じなんで、非常に攻撃型には強いねアンヘルの能力になってる感じですね。うん、いいね、これやっぱ武器来たらやっぱり僕的にはいいんじゃないかな。80点ぐらい使えそうな感じはせんでもないですけどね。うん、ただやっぱりね、今はねちょっと妖怪でね、やっぱり一番最初にやられてしまうっていうのがね現状あるんで、ちょっとね早く武器して耐久を上げてね、ちょっとやっていたところですけども、ね、うん、お、俺これ倒してる、もう前列だけや、これはちょっともうね感じ的にいい感じですね。残酷地獄極楽落とし、ただエリザベートが残ってるからね、ただこっちまだ一人しか倒れてないんで展開的に悪くなかったんかな。うん、さあいびき長寄って、さあ虫からの前にもう一回ジェットバルバンチ、神々ジェットポッドキャッキャッキャッさあ虫から、これもう一回踏ん張りある、あでも7体が倒せるかな、そうやね7体がもう2回踏ん張り使ってたね。よし、まあこれはいける感じのあれですね。さあ虫から打って、さあこれで一回倒しておいて、あ倒せない倒せない、さあ地獄いってらっしゃいして、もう一回復活、最後の復活使わして、さあゴミ拾いで、あこちら虫から終わりやな。うん、さあ、あれ暗黒や、暗黒地獄で地獄へいってらっしゃい、ドガーン、久々地獄フィニッシュ。うん、まあ両方ともねアンヘルが早い段階で落ちてしまいましたけどね。うん、やっぱり結構前半仕事してましたよね。まあやっぱり相手に攻撃型がいるとね、うん、非常に活躍してくれるんじゃないかなというふうにはちょっと思っておりますね。まあ、メリオダスとかね2発打ちめちゃくちゃ阻止してましたし、モロクリのね怒り回転も下げてね、うん、連発で打たせへんような感じになってたんでね、うん、これは結構ほんまに負けるんちゃうかなと僕は思ってはいるんですけどね。うん、まあほんまに何回も言いますけどね、武器早くてほしいなっていうところでね、また武器来たらねちょっとカズくんさん再度ね対戦させていただきたいなと思っております。対戦いただきましてありがとうございました。こんな感じでアンヘル活躍するんでね、皆さんアンヘル40バージョンガチャってみやー、だから誰やねんってうん、のでまあまあポテンシャル的には悪くないかなとは思いますけどね。うん、はい、そんな感じでございますね。で、ですね、一応ちょっと月始めになったんでね、ちょっと私今ね先生地爆上げ計画やってるんですけれども、ね、7月のね末でね12万はクリアしましてね、で8月のね1日からね、一応300ずつ上げると、1ヶ月ね9000ずつ上げていくのが目標ということなんで、今月末でね12万9000円にするというのをちょっとね目標にやっていこうかなというふうに思っておりますんでね、今日3日目なんでね、1,2,3 と、まあ、300ずつ上げる計算でいくと、まあまあ今のところはいけてるかなっていう感じなんで、まあ400ぐらい上がる時もあれば200ぐらいの時もあるんで、まあちょっとそのあたりねちょっと調整しながら平均300ぐらいでね9000をね目指して、頑張っていこうかなと思ってるんで、またそちらの方もね、応援していただければなと思っております。まあ本日はね、ちょっとアンヘルのね、ちょっと動きよっていうことでございましてですね、アンヘル同士の互いの攻撃型のね、ちょっとどんな感じで阻止できるかっていうね、サバグレをちょっとお届けさせていただきました。はい、今回の動画は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。バイバーイ。